です。今日はハロウィン仕様になっております。スタッフさんがドンキで買ってきてくれました。どのコスプレがいいですかって言われて、変なやつお願いしますって言ったら、ちゃんとまともなの買ってきてくれた。ちゃんと布もありますしね。ってことで今日はハロウィン仕様で参ります。ファンの人はいい人たちだから露出を求めてないんです。よかった、ちゃんとした人で。私の変なやつのイメージは、なんか変な、なんかこうかぶり物のやつとか、全身タイツみたいなやつとか、あのサイズがでかいですよね。もう胸元パンって、よかった、まともなの買ってきてくれて。今日は何をするのでしょうか。あー、いいです。いや、フライングハロウィンほど恥ずかしいほどないですよね、渋谷で。トリックアートリート。あ、なんか出てきた。え、お菓子くれるってことですか、トリックアートリートって言ったら。トリックアートリート。どんどん出てくる。トリックアートリート、トリックアートリート。え、これめっちゃ面白そう。手作りハロウィン、え、これ面白そう。え、これを今から食べながらやってもいいってことですか。ゆるっと企画ですね。めっちゃいい。え、ガルボなんだ、すごい。ガルボとアポロとチョコベリーです。これあれですよね、溶かさないとですよね。気になります。なんか海外のグミですよね。いやー、え、かわいい。なにこれ、見てください。ポテト、ポテトグミ、ハンバーガーとホットドッグ。めっちゃかわいくないですか。なにこれ、ただの飴、ただのラムネ。え、これやばい。虫グミ、めっちゃいいチョイス。じゃあちょっと私は虫から。あ、海外の匂い。うん、甘い。これすごいですね、ハロウィンパーティーグミ。わーお、メンタマ、メンタマと、なんかさ、これあれに似てません？タイヤみたいな味するグミ知ってます？あるんですよ、海外に。それに似てる色が、タイヤグミ。はっ、怖っ。お尻の骨いっぱい。美味しくはない。海外の味です。よくこんなの売ってますね、すごくない？キモカワ美味しいって書いてある。あー、なんかもうさっきので疲れちゃった。はい、最後。懐かしくないですか、こういうの。
私今こういうの一番求めてた。あー駄菓子、このこういうのがいいんですよ、うん、このしょっぱい系、しょっぱい系食べたいと思います。よく買ってもらってたの、こういうの。うまい棒って出て食べます？ガンってやりません？で、こうやってやってガブリつくのがゴミが嫌で、昔からこうやって拳で割るんですけど、おいしい。求めてたしょっぱいの、最高です。ってことで、はい、やりましょう。これは、あ、もうこれは簡単です。私でもできます。そう、ガルポにお絵描きします。これを頭につけたりとかするらしいです。はい、早速お絵描きしてきます。ペン熱々。あ、さ、いい感じ。めっちゃいいですよ。めっちゃいい。熱っ熱っ。ごめん、上手にできちゃうかも。これをほぼ見ずにやります。いつもちょっと雑にいきましょう。大丈夫です、どうにかなります。上手にできてごめん。よし、怖っあ、天才かもしれない。かわいい、かわいい、かわいい。あ、ちょっと時間置きます。これで次、なんかリクエストありますか？アポロも使ってなんかやばい、なんかごめんなさい、私下ネタ言っちゃいそうこれはなんだろうな。これかわいいかも。これかわいくないですか？意外といいかも。あ、もう書きましたよ。書くの早いですね、これ意外と。やばい、これ真剣にやっちゃう、喋らないで。あー、もう天才かもしれないできました。これ危なくないですか？持ったらこれ絶対やばいですよ。ご紹介します。こちらはケセランパセランっていうタイトルでやらせてもらってます。かわいいですよね、このアポロの耳が。こちらはウサギになれなかったネズミっていうタイトルでやらせてもらってます。こちら、あの一番のこちらお気に入りなんですけど、下ネタ言っちゃいそうだからやめときます。こちら、電車で若い子を見た時のおじさんみたいなタイプな人を見つけた時の顔。天才なのかもしれません。今回は150点だと思います。どうです、どうです、食べたくなりました？一番のお気に入りをいただきます。これうまいですよね。可愛くないですか、この手足。あ、この手足がお気に入りで、ドブドブみたいな。レイジさんだから美味しい、間違いない。美味しい、見た目は気にせずとも美味しい。
若い子を見つけた時のおじさんっていうタイトルのこの子も気に入ってます。そんな感じでハロウィンお菓子パーティーをやりました。ウサギになれなかったネズミが欲しいと思った方はコメント欄で書いていただくと送るかもしれません。では奥中誠でした。バイバーイ。